きみましキャラバン、今日はどこかなでございます、はい、レポーターを呼んでみましょう。まずはコナンカフェですね、佐々木舞香ちゃん、舞香ちゃん、はい、こちら東京有楽町丸い8階で期間限定オープン中の名探偵コナンカフェ2018に来ている佐々木舞香です。はい、今お店の中にいるんですけど、うん、もうお店の中名探偵コナン一色でもう本当にすごくって、あと隣にグッズコーナーがあるんですけど、うん、そちらも皆さん楽しんで買ったりしてすごく盛り上がっています。はい、ということでこちらにはカフェの企画運営を担当されている株式会社レックスの中坪さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速お料理を目の前に出していただいたんですけれども、すごいんですよ。でしょう、こちらは何ていうお料理なんですか？はい、こちらのお料理なんですけれども、アポトキシンカレーという名前でして、作品の中で工藤新一が飲まされて幼児化されてしまった薬アポトキシンをイメージしたインパクト大のカレーになっております。サラダにはアポトキシンカラーのカプセルが入っているので、こちらもチェックしてみてください。わあ、本当にすごいんですよ。ご飯が白と赤の2色に分かれていて、カプセルの形をしているんですよ。こちらそれでカレーも、カレーもなんか2種類、なんていうんですか、2色、でマーブル模様になってて、すっごくインパクトがすごく大きいですね。美味しそうです。明るい茶色と濃い茶色でね、こう2色になってるんですね。はい、そうなんです、ね、画像をちょっと僕ら、はい、手元に見せていただいているんですけれども、そうなんですか、ね、ほんとカプセルまんまですね、ご飯のところが。はい、幼児化しちゃう、幼児化しちゃう、幼児化、大丈夫、18歳が幼児化したら何歳、あ、でも新一と似てるかもしれないね。そうだそうだ、いただきます。どうだろう、どうかな、どんな味するんだろうこれ、ね、美味しいです。あ、ちょっとピリ辛なんですけど、お肉が入ってるんですよ、チキンのお肉がゴロゴロっとしたのがね入ってて、そうなんです、それでちょっとマイルドになっててすごく食べやすいです。うん、赤いそのご飯はこちらのカレーなんですけれども、欧風のカレーでして中にチキンが入ってるものになっております。赤いご飯は、ね、食べてるのかな今、もぐもぐしてる、ご飯です、赤いご飯のご飯です。カレーに合うんでしょうね、ご飯ですきっとね、とっても美味しいです、カレーにとっても合います、美味しいです。はい、それでサラダの方も食べていきたいと思います。サラダカプセルが入ってるやつだ、サラダ、そうサラダカプセルが入ってるんですよ。これをサラダの上に割って食べるらしいんですけど、カプセルの中を出すってことなんですね。はいはいはい、あ、すごいすごいです。何が出てきた、調味料、香辛料っぽいスパイスみたいなものが入ってるんだ。そうなんですよ、粉のものが出てきて、粉のものって言ったらちょっと、あ、茶色っぽい、はい、では食べたいと思います。はい、どうぞ。あ、すごいサラダもたくさん入っているので、ボリュームがありますね、いただきます。いいね、ちょうどお昼だから、なんか減った、美味しいです。なんかこちらの方もちょっとピリ辛になってて、あ、すごい、体が小さくなるかもしれないです。私体がかもしれないです、かもしれない、小さくなるなりそうです、そろ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 レポーターまでは持つといいな。あ、でもすごい頑張ります。でもすごく美味しいです、はい、カレーとの組み合わせもすごくいいですね。またそのカプセルを、ね、割ってスパイスが出てくるって遊びも楽しいですしね。はい、そうなんです、はい、続いてこちらもう一品あるんですけど、こちらは何て言うんでしょうか。はい、こちらのお料理なんですけれども、フルーツサンドを、僕の名前は江戸川コナンだというお料理でして江戸川コナンが登場した名シーンを甘いスイーツにした和洋2つの味を楽しめるフルーツサンドになっております。おー、すごいんですよ、本の形をしたケースに、フルーツサンドが2種類入っていてですね、裏表紙に、手拍子にですね、コナンドイル傑作集と江戸川乱歩全集と書かれていて、すぐコナンが生まれたあの場面が思い出されますね。名前ね、はい、名乗った時のシーンね。そうなんですよ、蘇る、懐かし
蘇ります。はい、早速あの和風と洋風の2種類なんですけど、はい、今回は和風の方を食べたいと思います。はい、いただきます。ね、和風お餅が入ってるのかな、他に気になる、うん、どうですか和風の、今回の和風の方なんですけれども、はい、中が抹茶風味のクリームと小豆、黄桃、牛皮が入っている和風のサンドになっております。美味しそう、絶対美味しいやつだすっごい美味しいです。食べ応えがあってですね、うんうん、牛皮がもちもちしてて、うん、あとあの抹茶クリームなんですけど、うん、あの本当にちょっと苦味もあって抹茶の風味がすごく伝わります、パンと牛皮って合うんですか、マイカちゃん。合います、合います、すごい合います。意外、食べてみたい。新食感です。うん、はい、他にもですね、作品に登場する犯人のように黒いパンケーキなどファンにはたまらないメニューが揃っています。味はもちろんどれもインスタ映え確実ですので、ぜひ味わってみてください。それでは中坪さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでこの名探偵コナンカフェ2018は全国12都市で14店舗をオープンしています。開催期間や営業時間は各店舗で異なりますので、詳しくは名探偵コナンカフェ2018の公式サイトでお確かめください、はい、なおこちらの有楽町店は5月31日までのオープンとなります、うん、そして劇場版名探偵コナンゼロの執行人は全国東方系で公開中ですので、映画とカフェの両方で名探偵コナンの世界に浸ってみてはいかがでしょうか、うん、ということで以上、中継先の佐々木舞香でした。それではスタジオへお返しします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、本当にレポート上手だね。うん、美味しそうだったそうなんですよ、ね、お若いのにしっかりしてるんだ、ね、ちっちゃくなっちゃったかもしれませんしね可愛らしい面も見れましたし、いやでもコナンカフェめっちゃ楽しそう。ねえ、行きたいですね。ねえ、なんかもう女子が狙われてる感があります、ね、メニューとかも。いや、おじさんも狙っちゃいますよ。おじさんも狙っていきましょう。おじさんも男性の方もぜひぜひ皆様行ってみてください。